今週は、アサヒハイフユーティリティステークスです。リーブインパクトも、ないわメジャーも、ハーツくらいもいません。注目一騎の本命はいないと思います。今年の2歳優勝は、結構、波乱のようです。穴馬を見極める、眼力が問われます。どの馬を買うか、買わないか、診断していきます。ダノンタッチダウン、前走は2着でしたが、目先よりも、将来を見据えたレースに見えました。早々とその効果が出るかもしれません。ドルケモア、母が桜花賞馬で、配合は菊花賞馬の奇跡と同じ。奥を感じますが、緩い流れしか経験していません。ネイベリング、素晴らしいフットワークで、日本向きのフランケルです。中2周の反動がなければ、好勝負でしょう。オールパルフェ、キチリアルスティールの出世頭、控えて運びそうですが、それで良さが出るでしょうか。逃げた方が面白そうですが、コーパスクリスティ、伸び伸び走るレースしかしていません。頭数が増えて、流れも速くなるので、その対応が鍵です。オーバンブルマイ、早期に活躍続き続き、近親化全体的に、スプリント寄りです。配合的にも、マイルへの延長がポイントです。どんでん返し、ドレフォンは良くも悪くも、自分の力を忠実に出します。完成度は高めですが、ここで足りるかどうかです。ティキニア、まだちょっと、若さがあります。上がりについても、数字の印象ほど決定力はないと思います。グラミット、前走が意表をつく大逃げでした。作戦は良かったと思いますが、出し抜いても2着まででした。クロムダスク、将来的には、ダートの視野に入るフットワークです。舞台が中山の芝マイルなら、かなり怖かったです。バグナダス、前走は、短縮で結果を出しました。マイルよりも、1400の方が走りやすいでしょう。エンファサイズ、初戦は、中段認可が、立ち回りが上手でした。混戦になれば、センスを活かせそうです。西のベストラン、折り合いに心境が見られます。レースも上手です。一勝クラスはすぐ勝てそうですが、ここではどうでしょうか。梅結び、5000とも1200メートルです。走りも配合も、延長はプラスになりません。見極めは上手です。キョウエイブリッサ、グレーターロンドンは、早い時期に仕上がります。一勝クラスなら、すぐ順番が来そうです。鈴鹿ダブル、ここ2走の内容に、あまり見どころがありません。控える競馬の方が、良さそうです。ミシェラドラータ、もっと走っていいと思いますが、リズムが狂ったままです。ダート代わりで狙いたいです。以上、アサヒハイフユーティリティステークスの一等診断でした。詳しい予想は、土曜のスポニチをご覧ください。バカだっけ。